はい、どうも、ブンブクです。今日はですね、ようやくあの最悪のフレーバーのですね、ルバーブ&カスタードの飲み切り終わりましたんで、次のプロテインをですね、またあのマイプロテインからまた購入してしまいました。ヤマトのプレミアム配送なんですけども、やっぱりかなりあの郵便局のやつよりもかなり早いですね。で、今回はあの1週間ほどで届きまして、箱つぶれもですね、まあこれ小分けに2箱で送られてきたんですけども、箱つぶれとかは一切ない状態で、はい、それではこちらの第1便の方から開封していきたいと思います。最初にニョロニョロ、割引チラシ、こちらの方からですね、インパクトホエープロテインの5キロですね、ブルーベリーチーズケーキ味、これを1袋。同じくインパクトホエープロテインのナチュラルストロベリーですね、2.5 キロ。で、こっちも、これもプロテインですね、1キロ。ピーチティーフレーバーですね。で、同じくこれもピーチティーフレーバー1キロですね。あのピーチティーフレーバー5キロ本当欲しいんですけども、1キロだけしか選べないような感じになってましたね。こちらがおまけですね、グルタミンですね、500g。 あのこのグルタミンというのは結構風邪が引きにくくなるみたいなことを言ってますね。一応ワークアウト前に BCAA に混ぜて飲んでもいいんでしょうか。見方がいまいちわからないんですけども、なんかクッキーですね、チョコレートフレーバー、ベイクドクッキー、ベイクドクッキーが1つ。デイリービタミンが1瓶ですね。めちゃめちゃ量が少ない。この瓶に対して、これだけしか入ってませんね。はい、以上が第1瓶でございました。注文した5日後ぐらいにですね、またあの割引キャンペーンっていうのをぶっ込んでくるんですけども、おまけの方がどうしても欲しくてですね、それもまた1回目注文した5日後にまた頼んでしまうということをやってしまいまして、大量にあのサプリ関係をちょっと購入してしまう羽目になったんですけども、この箱がこちらです。はい、第2瓶ですね。はい、ニョロ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 3連発ですね。はい、こちらが第2瓶ですね。インパクトホエープロテインのピーチティーフレーバーですね。これも1キロ。先ほどの1キロよりもちょっとでかい、2.5 キロの袋に入ってますね。1キロで書いてありますけどね。袋だけがちょっとでかいです。中身はこれだけしか入ってません。はい、こちらが、まあ、これもインパクトホエープロテイン、5キロなんですけども、抹茶ですね。抹茶フレーバーですね。5キロ買ってしまいました。これも結構美味しいっていう評判なんで、日本限定なんでしょうかね、この抹茶っていうのは。はい、こちらはマルトデキストリンですね、これも5キロです。ワークアウト前に、まあ、BCAA に混ぜたりとかして飲んでいきたいと思います。はい、こちらがインスタントオーツですね、これも5キロ。原料考えた場合は、今オーツ麦、クエカオーツを食べてるんですけども、まあ、こちらのインスタントオーツは粉末のオーツっていうふうになってまして、いろいろまあこれでクッキー焼いたりとか、あとまあ飲み物に混ぜたりとか、まあ、いろんなものに混ぜて手軽に取れるようなオーツになってますね。一応原料食としてまあ買いました。はい、あとはおまけですね、はい、まあ、こちら のボトルなんですけども、ハイドレーター、0.5 オンスっていうことで、これがおまけでついてきました。これ何かと便利ですよね、今から夏場に向けては。ハチビタミン 200g ですね、まあ、好きな時に取っていいそうなんで、もうほんのちょっとなんか耳かきみたいなスプーンが入ってるらしいんですが、耳かきの半分ぐらいでいいらしいんですよね、まあ、多分錠剤買うよりもかなりコストパフォーマンスが高いと思います。まあ、これはホエープロテインですね、ロッキーロードの 250g、 これもおまけでついてました。これ何でしょう、ファットバインダーっていうなんか錠剤みたいなのが入ってますね。なんかこういう錠剤みたいなのが入ってました。まあ、減量する方にはこういうのを飲んでですね、まあ、減量を促すというようなサプリだそうです。あとクッキーですね、
カーブクラッシャーっていうクッキーだそうです。 60g の12本入り、これ1本 60g なんですけども、1本あたりプロテインが 21g 取れるそうです。プロテインブラウニーですね。これが1個おまけでついてきました。あとはタンクトップですね、グレーなんですけども、息子のやつと2枚、まあ、初めてマイプロテインのタンクトップ買ってみましたけども、これも着ていきたいと思います。